はい、北井です。本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございます。今日もですね、痛みにお悩みのあなたに痛み改善のヒントだったりアイデアをお届けしていきたいと思います。はい、ではやっていきたいと思うんですけども、今日はですね、O脚の直し方についてやっていきたいと思います。はい、で、O脚になる方っていうのはですね、非常に、女性の方がやっぱ多いと思いますね。はい、女性でですね、O脚になって、で、O脚になるとですね、何がいけないかっていうと、プラスして、膝の痛みですね、膝の痛みを同時に、訴える方が多いです。はい、で、そんな O脚を、直せるですね、簡単な、自分でできる体操を教えたいと思うんですけども、ですね、まずですね、O脚になる方なんですけども、これ見えますかね、これ見えるところで、これですね、太ももなんですけども、太もものですね、この光ってる部分のこの内側ですね、内側、この内側の筋肉が硬くなってしまって O 脚になる方が多いです。はい、なのでこの内側をですね、自分でできる簡単な体操をお伝えしたいと思います。はい、でやっていきたいと思うんですけども、ちょっと下げますね。はい、こんな感じで、で、用意してもらいたいのはまたこのテニスボールですね。テニスボールを用意してください。で、ですね、この内側が硬くなるので、こういう体勢を作ってもらって、このですね、ボールをこの内側に当てます。で、特にですね、内側のこの付け根の部分ですね、付け根の部分は、特に硬くなりやすいです。で、これなんでかっていうと、股関節はですね、非常に動きが悪い人が多いっていうことと、あとはですね、リンパとか血管の関係でこの内側が硬くなりやすいです。なんでこの内側をですね、テニスボール押してもらって、ここほぐしていただけたらなと思います。で、これはですね、1日、1分をですね、3回ぐらいやってほしいんですよ。はい、で、特にですね、立ち仕事であったりとか、あとはですね、スーパーのレジ打ちとか、ずっと立ってる方はここね、絶対硬くなってるの で多分痛いと思うんですよ。で、これ毎日やんないと、効果は発揮されなくて、これをですね、毎日、1分3回ぐらいをやっていただきたいなと思います。はい、こんな感じですね。で、で、O脚はですね、内側の筋肉もしっかり見ていかなくちゃいけないということを、知っていただいたかなと思います。はい、で、これをですね、毎日続けていただくと、徐々にこう内側の筋肉柔らかくなって、ですね、この膝と膝の間、書きますね、このですね、立った時にこの膝と膝のこの間がですね、徐々にこうやってついていく感じがするんです。O脚はこう開いている方が多いので、しっかり閉じるっていうのに、この内転筋肉、内側の筋肉が硬くなってしまうと、この筋肉が働かなくなります。はい、なのでこの筋肉をまず柔らかくしてから、しっかり使わせてあげるっていう、この運動をですね、続けて一緒にやっていただけたらなと思います。はい、では、O脚の直し方は以上になります。はい、他にもですね、いろいろ動画を上げているので、ぜひですね、チャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、ではですね、本日も動画を見ていただきありがとうございました。